岩橋くんが自ら進んで謝罪動画をアップしたのか、それとも誰かの圧力がかかってあげたのか、そこが問題なんですが、僕はと思っています。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占し健健です。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことは、あくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は、元プラスマイナスの岩橋くんの謝罪動画をアップした件についてでございます。いきなりちゃんとした動画がアップされましたので驚きましたね。今まではインスタライブですかね、いわゆるライブ配信的なのがほとんどでしたが、この度はスーツも着て固定カメラを置いて YouTube に動画をアップされていました。やっぱりこういった動画が上げられたことによってマカロンが殺到しましたので、まずそちらを読んでいきましょう。岩橋さんの件気になります。もともとプラスマイナスのファンですが、離婚してからの彼の言動が危なっかしくて心配です。中島とかいう元ジャニータレントさんを見てくださるとのことですが、私は同席していた宮川大輔さんの方が気になります。彼が出てくると意地悪されそうと怖くなり、チャンネルを変えてしまいます。岩橋さんの発言に対して何か発言してくれるような人物かどうか見てください。次、先生こんばんは。プラスマイナス岩橋さんが2月28日付でYouTube に謝罪動画を投稿しました。わずか3分33秒ほどの動画ですが、私は見た瞬間 SMAP の公開処刑を思い出しました。吉本や旧ジャニーズ、牧陽子の事務所から何らかの圧力がかかったのでしょうか。考察動画を上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。次、先生いつもありがとうございます。プラスマイナス岩橋さんが謝罪動画を公開したのですが、どうも腑に落ちません。なんか無理やり誰かに取られているような気がするんですが、そんなことはありませんか。また目が腫れているような感じもします。解説よろしくお願いいたします。岩橋さんを救ってあげてください。次、粗品さんの岩橋さんのフォロー動画が良かったです。いつもはめちゃくちゃに先輩いじりをする粗品さんが岩橋さんを面白いというのは愛を感じました。そして岩橋さんのポストを引用してフジモンやカジサックをいじっていたのが最高でした。粗品はアンチも多いですが、わしは大好きです。次、プラマイの岩橋さんが謝罪動画とともに YouTube チャンネルを開設されました。すかさずヘライザー総統がチャンネル登録を促してあげてました。ぜひケンケン TV の視聴者も岩橋さんのチャンネル登録してほしいです。最後もう一通。先生、岩橋くんがなんか謝ってましたね。あれは本心なのでしょうか。誰かにやらされたんでしょうか。エアガンで撃たれた被害者なのに、なんか本当にお気の毒な岩橋くんです。先生、タイミングいい時にご飯食べに連れて行ってあげてくださいね。今後どうなっていくのか心配。はい、6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。そうですね、ヘラちゃんも言ってましたが、ぜひこの動画を見ている方、岩橋くんの新たな YouTube チャンネルの登録、よろしくお願いします。僕も概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらから飛んでください。はい、ということで、岩橋くんの謝罪動画や粗品さんのフォロー動画なども含めて、今日も話していきますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、岩橋くん謝罪動画をアップ。項目2、粗品のシャープな岩橋くん動画。項目3、岩橋くんの真意。項目4、打ち続けろ岩橋法の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、岩橋くん謝罪動画をアップです。マカロンでも書いてあった通り、岩橋くんがご自分のチャンネルで1本目の動画として3分半ぐらいの謝罪動画をアップされました。今からニュースを読んでいきますが、ご視聴されていない方は先にそちらの動画を見てもらった方がわかりやすいかもしれません。先ほども言いましたが、概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらから飛んでいただけましたら謝罪動画もご覧いただけます。では、女性自身様の記事を引用させていただきます。元プラマイ岩橋、動画でファンや元相方に謝罪、それでも謝らなかった相手というタイトルでございます。元お笑いコンビプラスマイナスの岩橋義正さんが2月28日 X 旧 Twitter で皆さんへとのコメントとともに YouTube 動画の更新を報告されました。動画のタイトルは岩橋義正だけで、動画の説明文にはこの度は私の軽率な発言や行動でご迷惑や不快な思いをさせた方々本当に申し訳ございませんでしたと記されています。スーツ姿の岩橋さんは更新されました動画内で、どうも岩橋でございますと切り出しまして、この度はですね、私の知識のなさ、そして短絡的な行動、そしてなんて言うんですかね、子供です、なんかすごい情けないですと自身を取り巻いております。状況について率直な思いを述べました。そして世の中のルールを知らない軽率な行動により、ファンの方々は急に公演がなくなったり単独ライブがなくなったり、がっかりさせてしまった方も多いと思います。一番に考えないといけないはずのファンの方々のことをですね、自分のことを優先してしまった軽率な行動に
非常に今反省しております。申し訳ございませんと、まずファンに対して深く頭を下げました。続きまして、コンビだったのに急にピンになって仕事がなくなり、そしてピン芸人になることを強いられた相方の、長年一緒にやってきてくれた相方の金光くんにも本当に申し訳ないと思っております、すいませんと、元々のコンビプラスマイナスで相方でした金光隆さん45歳に対しても申し訳ない思いを述べられました。いきなりの契約解除によりまして、急遽出演が見送られました仕事もあったようで、今まで僕のことをですね、本当にお世話してくれた吉本興業、そして関係お取引先の方々、急遽仕事をなくすような作業、代打に出てくれた芸人さん、そしてがっかりさせてしまったお客様、いろんな方に本当にご迷惑をおかけしております、誠に申し訳ございませんと関係者に対して謝罪されました。所属しておりました吉本興業に対してお世話してくれたと感謝するような発言も見られました。現状につきましては、私にいろんなお声をかけていただいてます。芸人の方々、そしてファンの方々、そして自分の知り合いの方々にもですね、僕の行動によっていろいろご心配をおかけしましたことをですね、本当に申し訳なく思っております、申し訳ございませんでしたと、多くの人から心配の声を寄せられていると告白されました。今後につきましては、現状今考えているところはですね、とりあえず一人で何かしらまた活動していきますようにやっていきたいと思っておりますと、一人で活動を再開していくことを宣言されました。各種 SNS での活動や生配信、そして動画投稿などをはじめとし、心配してくれて DM などでこんなお仕事どうですかというお仕事を持ちかけてくれてらっしゃる個人の方々、企業の方々、非常に申し訳ございません、ご好意ありがとうございます。そちらの方で自分でできる範囲で一人でやっていこうと思っております、ご報告させていただきますと、オファーが来ていることも明かしました。このようにファンや関係者に対して謝罪の言葉を述べました岩橋さんですが、しかしこれまで X 上で行ってきました制作会社社長 B' の林氏や俳優の牧陽子氏41歳など波紋を呼びました告発相手への言及や謝罪はありませんでした。はい、という記事でしたが、まあ確かにこの謝罪はあった方がいいかもしれませんね。単独ライブや公演を楽しみにしてくれていたファンの方々、そして相方の金光さんにきちんと謝罪をされるのは確かにいいと思いますし、牧陽子氏や平成ジャンプの中島氏、前田誠司に B' 社長、カジサックなどには一切触れずに謝っていないのが僕は男気を感じます。これで岩橋くんへの好感度上がった人も多いのではないでしょうか。ただ確かに今回の動画は誰か、おそらくは吉本関係者から圧力をかけられた可能性もなきにしもあらずですね。僕も今は全然連絡を取っていませんから、岩橋くんが自主的にこの謝罪動画をアップされたのか、それとも強制的にやらされたのかは分かっていませんが、謝りながらもきちんと謝罪相手を選別しているところに岩橋くんのマインドが伺えましたし、僕個人はこの動画で良かったと思っています。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に、粗品のシャープな岩橋くん動画です。マカロンでも言われておりましたが、粗品さんがこの件で動画をアップしてくれております。これはね、僕も実際にアップしてすぐに見ました。普通に粗品さんの動画はよく見るんですよね。電池の切れかけたカニの動画は大体見ていますし、赤スパを投げて太客と言ってもらったこともあるくらい粗品さんのファンですので、まず岩橋くんに言及されている動画、本物を視聴してもらった方が早いと思いますので、そちらを見ていただきましょう。ではどうぞ。プラスマイナス岩橋、吉本興業と契約解消。もちろん面識あるし、 X でいろんなこと言って岩橋さんがまあたびたびこう話題になったりして、でまあなんかあの、吉本興業と契約解消になったという流れなんですけど、まあね、これ今その岩橋さんに付随してまあいろんなこと起きてるやん。じゃあお笑いコンクールがこうだったとか、まあいろんな芸能人の人がこうだ、この人はこうだとか、挨拶虫がどうだ、まあ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 いろいろ含めてちょっと3つだけ。まず1個目、岩橋さんに死んでほしくない、これも絶対で、2つ目が岩橋さんは面白い人だということ。後輩のこんな尖った僕が言うんですか、先輩に喧嘩売りまくってるね、方々に喧嘩売ってる俺が言うに、いや岩橋さんはやっぱおもろいで、最後3つ目、カジサックの電話のくだりおもろすぎる。岩橋さんが急にポストしたんですよ、今カジサックから電話あった、きっしょ、食いぶちにされるんかな、金の匂いしたんかな、ハイエナおもろすぎるやろ。はい、ということで、粗品さんって普段の動画見られている方は分かってもらえると思うんですが、ガンガンに先輩をいじるんです。しかもちょっと上とかではなく、師匠クラスの芸人でもディスりまくるんですよね。その彼ががっつりと褒めるというのは、岩橋くんのお笑いの才能は相当なものだということです。ちなみに粗品さんの件もニュースになっていましたので、少し引用させていただきます。
せっかくですから、こちらも全項目と同じく女性自身様の記事を引用させていただきましょう。粗品元プラスマイナス岩橋義政に試験語るも一発目の言葉に信頼できるの声というタイトルでございます。 X で数々の告発投稿が物議を醸し、吉本興業に契約解除されコンビも解散した元プラスマイナスの岩橋義政さん、余波が広がります中、後輩にあたる粗品さんが騒動について試験を語りました。2月26日に更新されました自らの YouTube 動画で、一人賛否と題して2月25日まで1週間の間に起きた時事ニュースを取り上げています。動画のラストで、まあこれちょっとどぎついかなと思いつつ触れざるを得んかと語り出し、プラスマイナス岩橋吉本興業と契約解消と読み上げました。粗品さんはもちろん面識あるしと述べ、騒動につきまして岩橋さんに付随していろんなことが起きてるやん、笑いコンクールがこうだったとか、いろんな芸能人の人がこうだ、この人はこうだとか、挨拶無視がどうだとかと振り返りました。そう前置きしました上で、いろいろ含めてちょっと3つだけ短い感想を言わせてくださいと宣言しました。そしてまず1個目と切り出し、こう力強く語ったのです。岩橋さんに死んでほしくない、これもう絶対、テロップでは丸んでほしくないと伏せ字になっており、音声も一部無音になっていましたが、命を絶ってほしくないと願っているようです。次に粗品さんは、岩橋さんは面白い人だということと言い、岩橋さんあの人はもうめちゃくちゃおもろい、後輩のこんな尖った僕が言うんですからと太鼓判をしました。岩橋さんを思いやります言葉が続きました粗品さんでしたが、最後の3つ目はカリサックの電話のくだり面白すぎるとコメントしました。カリサックとお笑いコンビキングコングの梶原雄太さんをめぐっては、22日に岩橋さんが X で今カリサックから電話あったと暴露しました。しかし喫書食いぶちにされるんかな、金の匂いしたんかな、ハイエナと盛大にディスっていました。一方の梶原さんも X でいきなり電話してごめん、過去に自分が病んでしまった時藤原の藤本さんに電話で救われたことがあったから行動してしまった、申し訳ない、あなたはめちゃくちゃ面白い、自分を一番に大切にして今はゆっくり休んでほしい、信頼できる人がそばにいてくれますようにと岩橋さんへのメッセージとも取れる投稿をしていました。粗品さんは岩橋さんの投稿を読み上げ、おもろすぎるやろと爆笑しました。カリサックの投稿も読み上げて5回やったってことですねとコメントしつつも、岩橋さんの気持ちもこう推し量りました。カリサックから電話来て、何か YouTube 出させられんのかな的なね、わからんけど俺で再生数稼ごうとしてんのかみたいな、わからないですよ、カリサックから打診があったかわからんけど、その電話の時に、それか打診はなかったけど今恩を売っておいて後で俺にオファーする気やなこいつみたいな空気をプンプン感じてたんかもしれないですけど、まあカリサックがこう言ってるからね。そんな粗品さんは誰にもカジサックのこういうエピソードとか、カジサックが岩橋さんにね誠意で電話したことをいじる権利は誰にもないんですけどとフォローしつつ、改めて岩橋さんがこれ一旦がおもろすぎる、これちょっと芸人一同爆笑してると思いますと絶賛しました。一方吉本興業の対応につきましては、僕は個人的には吉本のこと好きなんで正直とコメントされました。今仕事をしている関係上不満全くないから、俺は良い会社と言わざるを得ないです、僕はこの会社が好きですと自らの立場から語りました。カリサックに関してはネタの要素も強かったですが、開口一番に死んでほしくない、岩橋さんは面白いと先輩芸人への愛を語っていました。これまで数々のタレントや著名人を辛口批判することも多かっただけに、コメント欄や SNS では様々な反響が相次ぎました。粗品の岩橋への試験の一言目が死んでほしくないだったのは信頼できる、岩橋へのコメントの一つ目が死んでほしくないっていうのを粗品に言われて初めてその可能性がゼロじゃなさそうなことに気づいてゾッとした、粗品が岩橋に触れた動画、あれは熱いな本音やろはいという記事でしたが、よっぽどカリサックよりも粗品さんの方が岩橋くんを心配しているでしょう。カリサックのはビジネス心配ですね、こういうことをさせるとうまいですよね。カリサックだけでなく相方もそうなんですが、キングコングってお笑い好きな僕が珍しくずっと嫌いなコンビですね昔から。それでは次の項目です。項目3、岩橋くんの真意です。先ほども申し上げましたが、岩橋くんが自ら進んで謝罪動画をアップしたのか、それとも誰かの圧力がかかってあげたのか、そこが問題なんですが、僕は後者のが少しあると思っています。全くアップするのが嫌だったわけではないと思います。繰り返しますが、ファンの方々や相方の金光くん、そしてプラスマイナスの代役をしてくれた芸人さんへの謝罪や感謝は実際に 100% あるでしょう。お笑いコンテストザ・セカンドにもプラスマイナスは出場予定でした。それも解散したことによってカウカウが代役で出場することが発表されていました。もちろんそういった先輩にも謝りたい気持ちはあるでしょう。しかし謝罪動画の岩橋くんの喋り方や微表情、特に目ですかね、メガネの奥をよく見てほしいんですが、そのあたりから
渋々いやいやというマインドも少しながら見て取れました。今までの告発内容と一点だけ違った部分がありました。 B' の林社長や牧陽子氏、平成ジャンプの中島氏、カリサックやギャロップの林氏、ロザン宇治原氏、前田誠二氏など批判してきました人間に対する謝罪は一切ありませんでした。むしろ言及すらしていませんでした。ということは、まあ岩橋くんの告発は事実、例のエアガン騒動も完璧に真実なんだとは思います。しかし所属していました吉本興業に対しては一旦ディスっていたにもかかわらず、今回の謝罪動画では評価を変更していました。これは岩橋くんが冷静になった時にもう一度そう思い直したのか、それとも吉本興業、吉本の関係者に詰められまくったのか、そこは分かりませんが、やっぱり何かしらのことがここ数日の間であったのではないかと予測できますね。推測ですが、訴えるとかキャンセルした公演などの保証をさせるとか、思いつくのはそういった系の脅しですかね。今は令和ですからね。これが昭和だったらさらってやるとか、今後一生仕事ができないように潰してやる的なワードを言われていたかもしれません。今回の件は岩橋くんの告発が吉本興業の芸人だけではなく、牧陽子氏や平成ジャンプの中島氏のように他事務所のタレントたちが関わっていますので、吉本側も動かざるを得なかったかもしれません。牧陽子氏は単純人間ですから、岩橋くんの告発に脊髄反射的に答えてボロを出しましたが、中島氏や宮川大輔氏なんかは沈黙を貫いていますから、ほとぼりが冷めるのを待っているんでしょう。確かにこういった話題は時期が経つとみんな忘れてしまいますからね。牧陽子氏のように安直に動くのは確実に悪手です。ティンコンカンコンライブ配信だけではなく、インスタグラムに投稿していました宮川大輔氏とのツーショット画像も削除していますから、これはもう私がエアガン撃ちましたと自ら証明しているようなものです。今後どうなるか注視していきますが、誰も触れずにフェードアウトされる可能性が高いでしょう。それでは最後の項目です。項目4、打ち続けろ岩橋法です。ネットでは岩橋くんの暴露はガーシー法とは違うとなっています。老舗芸能プロのリスクマネジメントに携わりますベテランマネージャーは、もちろん岩橋さんの事実であると仮定してですがと前置きをしつつ、ガーシー法との決定的な違いを解説されていました。ガーシー氏の暴露は自分ではない第三者から話を引っ張り出してくることが多く、だからこそ名誉毀損で訴えられたのでしょうが、にわかに信じがたい眉唾者の話ばかりだった印象です。片や岩橋さんのそれはエアガン事件も含めて自身に降りかかりましたパワハラ被害の当事者の立場から語られています。しかも相手側が反応するほどに、どこで誰がいて何が起きたかリアルな描写が明かされるわけで、しかもお金目的とも思えず、岩橋さんの話の方を信じてしまっても無理はありませんということです。ガーシー氏と一番違うのは金儲けだけではなく、ガチで正義の告発というところですよね。業界浄化のためにも岩橋法をやっぱり期待してしまいます。なかなか後に続く芸人さんやタレントさんはいませんが、芸能界というのはそういう世界です。もっと多くの人が立ち上がって悪事を暴き、そして正義面をしている悪人を炙り出してもらいたいですよね。岩橋くん以外の勇気ある人間の登場を期待しております。はい、ということで今日は謝罪動画をアップされました岩橋くんについて話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金、すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。